はい、皆さんこんにちは、パンフレット奏者の大塚進です、ただいま演奏しました曲はですね、有名なですね、ヴァン・エイクですね、ヴァン・エイクという人のですね、笛の楽園という曲集、リコーダーのための曲集がございましてですね、まあ、その中の一曲でですね、What shall we do this evening? 今晩私たちどうしましょうかというちょっとドキドキするような曲なんです。可愛らしいね、可愛らしい曲をの編成曲なんですけども、私はね、この人ね、女性なんですけどね、なんていうんですか、フェアフリッヒェンっていう人かな、フェアフリッヒェンっていうオランダ人でしょうかね、オランダ の素晴らしい女性のリコーダー奏者の方の CD たまたまですね、持っておりましてですね、この中の一曲で、その、今のFat Shall We Do This Eveningがですね、入ってましてね、まあ、とてもいい曲で、可愛らしい曲で、パンフルートのレパートリーにしてもいいな、とてもパンフルートのレパートリーにしたいなと思いましてですね。で、耳コピしました。耳コピしましてね、一応楽譜に、まあ、正確どうかは分かるか、ある程度ね、頑張って耳コピしましてですね、楽譜にしましてですね、まあ、それをもとに、吹いてみたわけです。で、ご覧のようにですね、ちょっとなかなか手強い曲なんですけども、とても可愛らしくてですね、素晴らしい曲で、特に今ね、この季節、こちらも日本もですね、新緑の季節になっておりましてね、周りは緑いっぱいなんですけども、その何度も言ってますようにね、コロナウイルスの影響でですね、なかなか外で自由に伸び伸びすることができない状況がございますのでね、まあ、そういうことも含めてね、ちょっとその爽やかな、楽しい、綺麗な曲をですね、皆さんに、お届けしたいと思ってね、今日頑張って吹いてみたというところなんです。だからね、楽しんでいただければ嬉しいです。で、この背景の方はね、ちょっとその外の景色をね、ちょっと撮ってきて、合わせてみようかな、ちょっと気分だけでもね、味わっていただければと思います。一つ、今のまず曲のことなんですけども、演奏基本的にはですね、演奏基本的にはもう今までのですね、以前のその、フェアウェルの動画とかですね、それからその桜編奏曲でね、少し演奏基本的なことを述べたので、まあ、この今回はあまりそれは話さない、いっぱい、本当はいっぱいね、練習すべきところあるんですけど、まあ、いくつか言えばですね、まず一つはその、例によってその綺麗な通り道でね、とにかくその綺麗な通り道で演奏することによって、まあ、できる限り滑らかにね、滑らかに正確にきちんとしっかり吹けるってことがございますのでね、その通り道をたく作るってことなんです。まあ、それについてはその前の動画をご覧ください。で、それからもう一つはもうご覧の通りですね、この曲はですね、デーでは二長調で吹かれておりましたのでね、まあ、そういう調になっておりましたので、で二長調の音階練習としてね、まあ、大変苦労してますけど、大変いい練習になりますので、ね、その半音操作とかね、そういうことについてね、とてもいい練習になると思いますのでね、おすすめです。で、もしね、楽譜ご希望の方はね、言っていただければ、連絡、メールかなんかで連絡いただければね、PDF で送りますので、皆さん練習してね、それぞれ動画でアップしてですね、聞かせてください。よろしくお願いします。で、そのことなんです。で、一つお知らせがあるんですけども、まあ、こういうことでですね、こういう状況でなかなか外で、なかなか今コンサートできないんだけどね、やはり我々は演奏する人間としてはですね、とにかくどんどん演奏してね、それを発信していきたいという気持ちがございまして、ライアー奏者のね、いつも一緒にやってもらってる天音さんとも相談しましてね、とにかくその、近いうちにね、連休中になりますかね、近いうちにその、どっか場所を見つけてね、その辺の公園でね、勝手に行って勝手に我々で演奏しながらね、それをライブ配信しようと思います。だからライブ配信のね、コンサートをね、今年はね、林の中のコンサートをね、ライブ配信で、ネット配信でですね、皆さんにお届けしたいと思います。で、またね、詳しい日時とか、連絡しちゃいますけどもね、ちょっと期待して楽しみにしていてください。で、それから、それに関連しましてですね、これも天音さんのアイデアなんですけども、私のたくさんの生徒さんね、たくさんいらっしゃる生徒さんとか、あるいはそれ以外でもその興味ある方はね、これからですね、その伴奏譜の伴奏カラオケをね、メールで送りますからね。で、その皆さんはね、バックね、バックをね、ブルーシートのね、ブルーシートを100円でね、100円ショップで買ってきていただいて、ブルーシートをですね、バックにしてですね、そのとりあえずね、その皆さんご存知の野原とかね、フルスタートとかっていう、皆さんお得意の曲をね、その伴奏を送りますから、その伴奏に合わせてですね、録画してほしいんです。で、それをね、こちらの方にもう一回送り返してほしいんですよ。そうしましたらね、私の方でね、いつもやってるように、その3人の大塚とか4人の大塚ってやってるようにですね、今度はたくさんの皆さんのその演奏をね、その合成してですね、一つの合奏曲にしてね、
でバックを綺麗なその緑の背景にして、それで動画を作ってね、なんかやってみようということのね、これ天野さんのアイデアなんですけど、ぜひやってみたいと思いますので、まあ、私の生徒さんを中心にね、あるいは他の知り合いの方も皆さんでね、カラオケ伴奏ね、とりあえずその皆さんが一緒にやるカラオケ伴奏を送りますから、それをもとにですね、この録音して送ってもらさ送ってください。でそのこともね、後でまた詳しくもう一回お知らせしますけどね、そういうことも考えております。ということで今日は、フェイラー楽園、バンエイクのフェイラー楽園の中からですね、What Shall We Do をですね、お届けしました。またよろしくお願いします。ではありがとうございました。